皆さんこんにちは、ダイダラです。サファイアエンブレム風化雪月1月31日、1月の終わりですね。課題出撃の時間となります。行ってみましょうか。さあ、どんなのね内容の課題が待ち受けているのか。課題、封じられた森の罠。ジェラルドの仇の場所、居場所がついに判明した。一行はレアの静止を退け、封じられた森へと名付けられた侵入禁止区画へ向かう。たとえ敵の罠が待っていようとも、ね、パパですね、父親ジェラルトの仇、ね、ここにいるはずです。さっさと倒そう。封じられた森の罠、白雲の章エピソード10、女神の行方。いきます。どうやら封じられた森に入ったようですな。そうやな、ヒュー君、警戒を怠りません。頼むぞ、みんな守ってくれよ。俺を守って、守るわ、みんな。俺がジェラルトさんの仇絶対取りましょうね。おう、ベルナデッタ、話を聞いていたのかい。復讐にこだわるべきではないの。まあ、エル君その通りや。体制万全です。ぶっ潰してやろう。悪の組織な、壊滅、尽力します。ま、今節は課題がないからね。うむ、たまには全力で働いても。レインちゃん、罰も当たらない。ありがとうよ。リンハルトが全力だと。明日は雪だ、今日中に肩をつけようぜ。カスパル煽るな。声を抑えてちょうだい。もう敵が近くにいるかもしれないのよ。私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわ、ね、みんな頼むよ。先生、修道院ではああ言ったけれど、敵は間違いなくあなたを待ち構えている。まあ罠やろうな、重火白。エーデルガルト様、それは他に狙いが考えられないもの、うん、そうでしょう。どんな罠が待っているか知れない。え、じゃあ注意して。なんだろう、バトルで言うと私たちは今奇襲だったりとか、わけにはいかないわ、ね、増援が死ぬほど来るとか、そんなレベルかな。そうですな。うん、敵は強いですが、貴殿ならばきっと勝てます。なんなの、ヒュー君、どうしたの。褒めてくれてありがとうよ。そうです、俺は強い、レベル30だしな。さあ、バトルスタートです。じゃあとりあえず、ユニット選択からいきましょうか。ヒュー君入れたいな、今回ちょっとね、あの新しく来た組はちょっと引っ込んでてもらいましょう。すまぬ、みんな。ヒュー君、ペトラね、シャミはいないのね。えカズバル、ベルナデッタ、ハンネマンさん、こんなとこでしょうか。さあ、副官ですね。え、副官に誰入れようかな。わマヌエラちゃん入れる、副官に。ダイダラの副官がフレンなんだよね。だから前に出る人がいいよね。じゃあフェル君かな。フェル君の副官に、ね、マヌエラちゃん入れていきましょう。オッケー。さあ、マップ配置見ていきましょうか。ドーンと拡大と縮小して。さあ、いかにも怪しげな魔獣謎の兵。ね。謎の兵。魔獣はしかも敵側ですね。第三勢力ってわけでもなく。で、ここは何これ、ね、ふむ、回復する床でしょうか。なんでこんなとこにあるのかな、怪しいね。そしてここに、また回復床がある感じで、これ何、これ岩方なので、いましたね、モニカね。モニカ、朝メイの剣っていうなんか不思議な剣を持ってる。それくれへんか俺にね。はてなはてなはてな。で、あと一個気になるのは宝箱ですよね。ここあった、宝箱、鍵が必要だって感じです。それでは行きましょうか。あ、ちょっと待って、戦闘する前に少し待って、忘れてた。そうです、前回なんですけど持ち物いろいろいただきまして、そう、必殺のねえ、とか指輪かこれとかなんだけど、でその前にね、そう、アイテム移動力が上がるっていうやべえアイテムゲットしたんですよ。これ使いましょう、ダイダラ君使う。はい、ダイダラ君移動力アップ。そしてまた秘伝の章、使うと技プラスに、はい、やばいですねこれ。ダイダラ君、はい、ダイダラ君、はい、ダイダラ君最強。オッケー。さ、必殺の指輪は誰も装備するわけなかったので見送りですね。それでは戦闘開始しましょう。行きまーす。敵将の撃破、モニカだね。ダイダラまたはエーデルガルドの配送です。行きましょう。見なさい、魔獣がいるわね。ほう、敵は万全の体制ということかしら。もうしっかり待ってたんやな、魔獣くんね。まあ2体ぐらいだったら多分普通に勝てると思います。頑張りましょうか。あ、来た来た来た。お前そんな喋り方やったっけ、モニカ。私の名はクロニエ。クロニエ？この弱っちい女は代わりの姿よ。そうなの？クロニエちゃん姿変わった。これが本当の私の姿。なんだと？
そこの獣さんたち、私が相手して、あ、なんかみんな死んでるね。黄色いところって誰か他のプレイヤーが死んだやつだったっけ、オンラインで言うね。みんな負けんなよ。よし、では挑みましょうか。ドロテアがね、あの宝の鍵持ってるんですよ、アイテムとして持ち物にね、宝の鍵持たせてるので、ドロテア左に向かわせましょうか。で、ダイダラ君が鬼攻めして前に出ていきましょうか。ダイダラ君はね、もう全部の攻撃をで一心に受ける覚悟があるから。いや、さすがにこれ危ないな。行き過ぎ感あるので、ちょっとこの辺にしとき押さえていきましょう。待機で、あとはみんなでね、応援してあげましょう。ダイダラ頑張れダイダラ頑張れってして、よし、さあ前線組、左組がで、エーテルガルドに見せてあげる。 A ちゃんで、ドロテアが後ろで支援する。そんな感じかな。で、左のアタッカーヘトラも入れとくか。よし、で、カスパル、パイセンも前行って、フェル君は自由に行ってくれ。で、ハンネマンさんは上にフェル君いるから、じゃ左だな。で、ベルナネッタは分かんないから適当に行きましょう。 OK、 さあエネミーフェーズ行きます。ほらほら、のんびりしてると、私逃げちゃうよ。逃げるの？もしかして逃がしてくれるつもりかな。こいつクソアオリやんけ。なんだお前やんのか、こら。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。もうそのレベルで勝てると思ってんのか。剣が強いのかな。さあ魔獣が出てきたね。魔獣ダイタルファイヤー、あっちち、くっそー。さあこちら側も、うわっと、ペタラファイヤー、ナイス。ペタラ、ペタラ避けるね、相変わらず。よし、めっちゃなんか吠えとるけど。さあダイダラファイヤー、ダイダラ勝った。あ、ダイダラ君ソシアルナイトも終わっちゃったの。半端ないなお前、相変わらず。よし、じゃあダイダラ君ね、前出ていきたいと思います。まあこちら側でいいかな。上に行って計略ね、計略をガツッと当てましょう。連携計略、この一手だ。いけ、ダイダラファイヤー。よし、で、ウォーンと破壊。片方が1個あれだね。ヒビ1個入ってる。で、カスパルも。サイドはいいや。で、カスパルもここで決めましょうか。カスパルファイヤー。計略。で、2個だよね、これで。OK。さあ、連携計略3人分。いけ！魔獣からやっつけた方がいいよね。魔獣いってほしいし。オッケー。さあこれでヒビがね、2つだね。あと遠距離勢でなんとか取りたいとこだけど、スライムでここ、オッケー。まずは一旦撃破、2個目の紋章、オッケー。でこれでアーマーブレイクしよう。ベルナデッタでいいか、ここはベルナデッタ。あ、ベルナデッタ雑魚的切るってもいいな。だったらここね、よいしょ、リンちゃんに任せるか。リンちゃんリザイア、リザイアの威力低いや。まあええや、よし、リザイア、おお、いいね。さあアーマーブレイク、ダークメタルゲットです。で、ベルナデッタちゃんに任せましょう。いける。あ、間違った間違った、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。ザコやろうとしたのに、こっち。まあ、いや、カスパルが全然食らへんからな。4しか食らへんで、化け物やろ、お前。魔法苦手やのに。さあ、こちら組もね、同じように計略をかましていきましょうか。乱撃か、これ。乱撃。まあ、ええか。70パーやで、めちゃくちゃ。ああ、当たった、よかった。よし。さあ、見事1個破壊。で、次エーデルガルドが前へ出て、また同じように計略いきましょう。猛攻、よし。エーデルガルドなんか胸元開きすぎてない、今。今のカットイン相当セクシーやったね、今の。ねえ、ありがとうやで、ありがとう、ありがとう。よし、で、攻撃とりあえずしときましょうか。ウィンドでいいか。あー、奥行かねえな。
だったら手前でいいか、ここ。よし。さあ、ハネマさん。ハネマンウィンドウ。OK。で、最後のドロテアにやってもらおうか。これで魔獣2体全部撃破って早いね。よいよ、よいよ。ここ。トロンじゃないんだけど。いけ。なんかドロテアってしょっちゅう必殺出してるイメージあるから、必殺の指輪装備した方がいいかな、もしかしたらね。もう終わったし、フェルディナント・フォン・エーギル、かませ、フェル君は強い。1残ったのに、ほら AA だから。魔導の杖ってなんか強そうじゃない、それね。え、少しエーデルガルドにお譲りするか。 OK。 さあ、これエネミーフェイズ行きましょう。馬乗ってますね。おっと、避ける。予想通りだったね。すげーな、エーデルガルド避けて殴り返したやん、馬乗ってるやつ。もう一回行く、もう一回。はいはい、避けて殴り返す。バケモンじみてんだよなそれ。ライダラ君もいいね。ライダラ君も2回やる。錆びた剣やのにな。ギオンプ剣が B、 斧殺し。だいぶ来ましたね、敵さん。ウェーイ。ダイダラ君強すぎる。さあ、ヒュー君が刺さならない。しかし逆にはやばいでしょう。さあ、ヒュー君レベル25です。オッキー。さあ、ベルナデッタ、ベルナデッタファイヤー。おい。ベルナデッタもすぐ怒るよな、ほんと。よし。さあ、これでもう、ほぼ、わずか2ターン。今3ターン目でね、敵壊滅やで。早すぎるでしょう。いや、いいか、これは。じゃ、持ち物さ、こうやってさ、交換して、渡していってさ、なんか、進んでいけば、いい働きね。ね、なんか、ええ感じに、宝箱一瞬で開けれそうじゃない？こうやってさ、フェル君今度物交換でさ、フェル君これあげるってやってさ、待機ってして、フェル君が宝箱開けるっていう。ついに見つけてしまったね、このゲームの真髄。速さの指輪だって、これ速さが上がるやつ、めっちゃ強いでしょ。さあ、ペトラ上がっていこう。さあ、ハンネさん、ハンネさんはやばい人ですからね。ハンネマンさん、ハンネマンさん殴ったらしっぺ返しがえぐいからな。オッケー。さあ、他のメンツも上げていきましょう。応援、ダイダラ応援で、カスパルも前で、リンちゃん回復しよう。ワープ使って前に運ぶのもありなんだね、これ。リンちゃん使える技なんだけど、ワープっていう狂った技があるんだけどさ。で、ダイダラ君ファイヤーしようか、ここで。サビだけ当たらんやろ。避けろよ、ちゃんと敵。うわー、カットイン入った。フレーレベル21。フレーももうダイダラ君と一緒にいたから実用レベルまでレベル上がったよね、これで。ついにダイダラ君の機動力がバケモンすぎて何でもできる。ダイダラ強すぎるやろ、ほんま。いや、ダイダラゲーでいいや、もうダイダラゲーで。ダイダラゲーや、ダイダラだゲーだ。もうすごいな。で、なんかこうやって使ってると一部のキャラクターがやっぱぶっ壊れてるぐらい強くなってきたなっていうのがね、顕著にわかるね、ほんと。なんで君はそんな壊れてるんだいって言いたくなる。命中 0% で敵かわいそうになってくるわ。さあ、ドロテアも殴っとくわ。トロン、よし、待ってや。クリティカル出しすぎや。147って、何その威力。活躍恐れいる。よし、切りました。さあ、フェル君も訓練用斧。これ速さが2上昇する。で、魔導は魔法が上がるってやつなんだね。へえ、なかなか全体的に強いものもらった。さあ、終わりかと思ったらまだあった。ハンネマンさん終わり。ダイダラ君まだ動ける。あ、こっち組全然動いてねえじゃん。これ紫色、絶対上なんかあるでしょ。あとモニカだけなんだけど、モニカじゃねえわ、クロニエさん。え、敵強くね、攻撃。まあ、殴り合いしとく、一緒に。なかなか現れて。あんたバカね。バカ言われてんだけど。お父さんの敵取れないよ。
絶対許さねえ。あんたも殺してあげる。私のこの手です。お前なんかよくわからないやつに守られへんかった、死んでたのに。あ、天帝使えばよかった。もうあ、でも来た、クリティカル。ドラー一撃じゃお前、ふざけんな、タパの敵じゃこれが。一歩怒りの必殺攻撃終わり。え、なんでまだあんの、経験値獲得やけど。追っかけろ、天帝の剣や、行け、貫け。嘘、本気の私があんたなんかに負けるわけ。俺は強いぞ、来い。なんだ、サロン見てないで手伝ってよ、乙女の危機よ。ソロンおじいちゃん、なになに、ん、な、何してんのお前。え、アンズルナクルミ、お前は獣のはびこる世を救済する、その礎となる。何、生贄みたいなやつ、また魔獣になるのこいつ、もしかして。なんだ、な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 んだここ変な、うおー、捕まっちゃった俺、助けて。時は来た、ザラスの禁獣よ、そのアギトを開くがよい。さらばだ、強制よ。今の、え、なんか俺消えたんだけど、まさか。ちょっとアニメ中喋っちゃった、思わず。すまねえ、みんな。いたか、やつはの、え、お、俺どうだったの、闇、何闇って。未来永劫、は、うつろな闇をさまよい、再びこの世界に。え、ちょっと待って待って待って、なんだよそれ、別世界に行ったの俺。剣は惜しかったがな。嘘だ、俺は信じない、先生が死ぬわけない。俺死んだ、そうですわ、先生は特別な方なのですから。その程度のことで死ぬようなものが我が主の死となれるはずもありません。みんなの期待が重すぎるぞ。確かにまだ死んではおらぬであろうな、だが死んだも同然よ。どうしたらいいんじゃ俺。命のない闇の中を漂うことしかできぬ。つら。苦しかろう、絶望にのまれ。女神が頭の中おるから二人で会話しとけるやろ。勝ち誇っているようだけれど、もしそんな無縁なやり方で私たちの死を倒したつもりだというなら後悔することになる。みんなそいつ倒してくれ。今回ばかりは彼女の言う通りだな。闇の中からだろうとすぐに戻ってくるさ。なんでそんな信頼されてんだろう俺、すげえな、1年でこんな信頼勝ち取ったの。何を考えておるのか知らぬが、まあよい、望むならば加えてやろう。お前ちょっと待って、死での先生おらん状態で戦うんか。え、マジ先生レベル1ちゃん高いのに圧倒的エースがいないの。違う、こっちはこっちでなんか別パートや。大太郎くん、めっちゃ怒られたね。何？すいません。めっちゃごめんで、怒らねえよそんなに。私は転がり出すと止まれぬ違和感。イノシシとてもう少し考えおるわ。すいません本当バカで、すいません。で悪かった。謝れば済むと思うてか。うん？この闇は恐ろしいものなんじゃぞ。知ってんのソーティスさん。わしは。お主と共にあればこそこうしてここにおるが、ほう、心
こは写し尾から隔絶された闇のよう。え、それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。女神でしょ、ソティスさん、あなた頼むよ。身も心もだんだんといてついてこよう。え、身も心も死ぬ覚悟はで、時間戻さへん1時間ぐらい。ダメ、できない。それはそうじゃろ。わしとて死にたくはない。じゃが無理なん、ここから出るのって。ん、他に術はないか。なんかあんの、なんか術、何があるの。のお主、うん、ジェラルトの日記は覚えておるか。おお、覚えてる、覚えてるよ。指輪がどうとかしか知らんけど。お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。違う、それはおそらくわしのせいよ。ソティスのせい、なんで。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。ほう、お主の中にあったわしが作用してな。ソティスが作用して、レアは、はあ、一体いかにしたのか。お主の中にわしを存在させた。あ、レアがやったんだ、それを。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そういうことね。そう、女神、いや神祖としての力を。なんか思い出したんかな、ソティス。何、神祖って。我が名はソティス。ふむ、それが何の中、お主は聞いたはずじゃ。女神ね。始まりのもの、フォドラの守護者にして生きとし生けるものを導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心。レアが召喚したん、ソティスの心。そんな気はしていた。うん、知ってたけど。高級の闇よりいずる術は一つ。マジ、わしの神祖の力を使うより他は。使ったらどうなんの、いなくなるの、ソティス。じゃが、やだ。わしは体を持たぬ、それゆえお主に力のすべてを渡す。え、全部くれるの、神の力、ありがとうございます。それは、え、ちょっと待って、お主と一つになるという。え、それやだな。そしてわしは消えるのじゃ。別の方法考えよう。それだったらねえ、それはできない、ダメだ。消えるというてもすべてなくなるという意味ではない。何、わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃが、いや、それはこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。え、そんな別の方法を探すや。もう少しな。お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共にあったのがお主でよかった。こちらちょっとダイダラ君の目線が隠れてすごいね、不審な格好になっちゃったけど、こちらこそ。ピンポイントに目隠れたな今。願え、わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。でもこれレアの狙いじゃねえの、大丈夫なの。あの森へと戻り敵を撃ち、コアッパどもを助ける、それがお主の願いじゃろう。だいだら覚醒状態入ります。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え、始まりのものたるわしに示せ。
え、髪の色変わったよ。先生よね。え、信じていたわ。レア様っぽくなっちゃったやん。必ず戻ってくると。その姿、ほう、聞きたいこともあるけれど、今は目の前の敵を撃ちましょう。どうしようか。あ、ま、上の男やったやつか。その闇で何を見た。ありえぬ。あの闇を喰らえるのはバリちゃん、ウベガミってこと。手で始末をつけねば戻ることもままならん。でも護衛が2体しかいねえからな。サクッとやつけよう。なんか、ま、いつ召喚したかった、こいつ。召喚しすぎ。またマシュー出してこやつ。マシューまた召喚ちょ出しすぎちゃうか。それソディスと融合したことにより、天帝の剣が真の力を取り戻しました。天帝の剣が最強になったってこと？いや、天帝の剣、天帝の覇剣になった。戦技、破天を使用可能になる。ちょ、こいつ、これはね、破天はこのおじさんソロンにぶちかましてやりましょう。よし、じゃみんな、力貸してくれよ。いくぞ。よし、生徒のみんな前進。前行ってくれ。まずはね、ガンガン上がっていこう。森の中にいるから機動力がクソ遅いんだけど。しゃあないよな、これは。よし、フェルディナント・フォン・フェル君、馬の中にいると全然機動力出ないんだっけ。マジでフェル君、マジでフェル君。さあ、ダイダラ君、ダイダラ君が守るか。サビ剣、サビ剣ファイヤー、おらキョン。よし、一残し。四季がビーフラになった。イエイ。この感触覚えて。え、なんか髪の色すげえ違和感あんだけど。しゃあないのそれは。ダイダラ君、ダイダラ君どうしようかな。ここにいるか。 A ちゃん殴ってくる。 A ちゃん最強やろ。予想通り。エレガルドってろくにダメージ受けてるの見たことないんだけど、何者なのあの人。さ、魔獣たちもみんな前出てきた。ぶっ潰してやるかこいつら。行くぜ。さあ、まずはダイダラファイヤーかますか。ここで計略、一斉攻撃、行ってこい。よし、奥のやつまでダメージ入った。うめえな、うめえな。さあ、このままでいい。いや、このままで待機しよう。さあ、みんなができることをね、全員でこなしていく。それもまた人生。これ2個までしか行かないか。また森の中行くか。よいしょ、じゃあ森の中で。かかったわね。マジで多いな。マジでね、このアーマーがね、ひび入ってない状態だったらマジで戦いづらいよね。どうにかなんないんすか皆さん。これ計略、よし、ランラン、たまには計略だって使うぜ。いけ、タスカルファイヤー。よし、で、あとは奥2つだな。奥2つ、ベルナデータ届くかそれ。この位置、あー届かないか。だったら戦技ね、曲射しましょう。ウェイ。ナイスクリティカル。さあ、あと1箇所、あと1箇所はハンネマンさんでいけるかな。ね、あー地味に届かねえ。ハンネマンに届かなかったら誰も届かねえだろこれ、さすがにね。あー、ちょっともったいねえけど、1残しでいいかな。奥のやつやりますか。じゃあ、いや奥のもやれねえ。うわ、すっげえめんどくせえ展開、すっげえめんどくせえ。みんな火力がというか足りてねえ機動力が。フェルディナント・フォン・エーギル、やり投げる、やり投げ選手権1位。おい、ナイス。フェル君、本気出しすぎて、ほどほどにしてくれ。ヒビ入ったやろ。いや、もう諦めて倒すか。だったらこれね、ヒビ入りファイヤー。
スライム。わ、倒しちゃった、マシュー。まさか。まあいいや。頑張ってほしいな。はい、じゃあ他のメンツでちょっととりあえずこの辺で経験値回収しておきましょう。回復、OK。こんなもんかな。濃厚だね、今回のこの回。でも女神がいなくなったのが絶対これレア様の計略だと思うんだけど、すげえ心配になってきた。いや、レア様豹変するんじゃん。もしかしたら俺を神として崇め出すかもしれない。もしかしたら大司教として女神はここに降臨なされましたね。今こそダイダラを神として崇めるのですみたいになったら、ちょクソ笑ったやないで、あかんでそれ。ナイスナイス、フェル君。高貴なる者の力見たか。でもありえそうな展開だよな、本当。敵がすげえ降りてきた。さあ、あ、こやつが倒すか。おっとっとっと、ダイダラ馬乗りファイヤー、いくぜ。一発から避けろ、避けろよ。よし、ナイス。え、え、なになになに、フレンちゃん、フレンちゃんどうしてフレンちゃんそこ別にやらんでもよかったのに。いや、まあやってくれるんやったらね、まあまあいいっすけど、びっくりしちゃうなそれ。さあ、フェル君前まで出るだけにしときましょう。ヒュクにとどめね、取ってもらいましょう。ヒュクファイヤー、オッケー、丸ーっす。回復してあげよう。リブーロ、ダイダラ回復もつくさんしてあげなきゃね、移動の始まりで。さあ、もう敵がもうほぼほぼいなくなったと思ったら、こいつまだいたのか。マジュ、お前のこと忘れてたわ、マジュマルくん。マジュマルくん、マジュマルくん、マジュマルファイヤー、ほらカン。魔獣の攻撃いかへんって何もんやねんお前、化け物やろ。エーテルファイヤー、エーテルガルトもレベルガスガス高いっすね。もうよし、さあ進んでいって攻撃終わりか。これでベルナできた。よし、さあ、ベルナデットレベル26、上出来。いいね、速さ。速さ上がるのがいいことだ。さあ、もう落ちるアイテムもほぼほぼ拾いだしね。よし。まあ、あとはノリで行きましょうか。リブロ。フェル君。これで戦える。仲良くしろよ、フェル君と。はい、敵ターン。あと敵2体だけです。もう勝ちです、これは。ダイダラ君、また前に行こう。ダイダラファイヤーや、ここでまたダイダラファイヤー。痛い、よし終わった、よし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 。馬が D ランクまで上がった。意外と馬もできるもんだね。うまいね、馬、馬だけに。はい、さあ、ハンネマンさんに届く、いける、届く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 、トロン、よーし。まだまだ衰えてはおらんな。さあ、これであと1体ソロンだけです。天帝の剣を使った究極奥義をね、ぶちかましてあげたいなと思います。で、リブロ、ダイダラ君、ダイダラ君完全状態にしてくれ、任せたで。さあ、ここで終了、ヒゲダンです。いきます。たどり着けないけど、そういう時にはリンちゃんがいれば便利なんですよね。え、神速の備え、足が速くなる。いけ、ダイダラぶっ潰してやれ、破天いくぜ、一撃必殺決めろ。わしは貴様が恐ろしい。ワンダのデコの広さの方が怖いわ。などという感情はわしの中になかったはずなの。感情を呼び起こす存在ってことやな。貴様だけは消さねばならん。できると思ってんの俺に。くらえ、破天、剣伸びた、うわあ、すごい。このわしが獣ともに、なんで俺らのこと獣って言うんだろうな、こいつら。
で、バカにされてんのかな。いや、バカにしてんやと思うけど。どや。しかし、これで終わりではない。え？我らの悲願、必ずやタレス様。誰だタレス様って。終わったわね。うむ。それより先生、その姿は。な、似合う？これ、この格好。封じられた森の罠、クリアです。髪の色ここも変わってる。やる気全員アップ。なんなのこの髪色、本当に。おしゃれ？染めちゃった？ブリーチした？あら、ありがとう。その髪と瞳の色。うん？まるで誰かに。瞳の色も変わっちゃった？なぜそんな姿になってしまったの？え、言えるのこれ？聞いてもいい。言えないでしょこんな話。女神が力を貸してくれた。言っちゃってる。女神。女神が。闇の中で女神がええ感じに力貸してくれたんや。そう。うむ。よかったわね。天帝の剣といい、あなたは女神に愛されているのでしょ。女神そのものやからな、どっちかっていうと。聖者セイロスと同じようにその力を。うむ。先生は何のために使うのか。何のため？そんなこと言われても。修道院のため、または世のため、人のため。ねえ、まあ生徒のために使う。自分のために使う？これ、生徒のためって言いたいけど、エーデルガルド怒りそうな気するんだよな。ねえ、まあ、生徒のために使うよ俺は。な。生徒のため。つまり私たちのためということ。うん、そうだよ。先生はもし世の中が、あるいは生徒たちが、はあ、真っ二つに分かれて争うことになったら、生徒たちが争うの？どうするのかしら。ね。どちらについても世のため、生徒のためよ。大変やな。あなたの。うん。なになに？なんかうわ、頭痛い。え、死んだ？先生、倒れて。寝息。ダイダラ君、ここに眠る。まさか眠っているの？急に喋ってて寝だしたら怖いわな。私が変わったことが原因。助けて、誰か運んでくれ。放置するわけにもいかないわ。私が背負ってもいいけれど、うん、いえ、ヒューベルトを呼ぶべきね。そんな冷静に判断されたね。ヒュー君運んでくれたんかな俺を。ありがとうヒュー君。出た。レア様とそっくりなんだよな。ママ実はレア様。ママ？どういうことや？レア様も何歳かわからんしな、本当。この歌も歌詞なんか意味あんのかな？何？まだ動いてはいけない。なんで膝枕されてるの？ねえ、なに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 この展開。どこだ？なに？大丈夫。何も心配はいりませんよ。はい。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのです。急にレア様がすり寄ってきたんだけど。あかんって。なあ。膝枕されたら惚れてまうやろなあ。レア様、立場をお考えになってください。今この時が永遠に続けばいいのにと少しだけ思ってしまう。どうしたの？たどり寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。ね、あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。デレア様はそれでもう分かってる。うむ。主より力を授けられたのです。レア様もその姿ってことは力もらってるってことだ。あなたが剣を手にしたその時から、うん、私はあなたがいつかこうしてオドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。ね、やっぱ分かってたの、レア様それを。あなたは、うん、私の何目を閉じて。私のって何なん？怖い怖い怖い。レア様？もう少しお眠りなさい。寝ます、おやすみ。なんだよ。私がずっと
見ていますからやめろよ。いや、ヤンデレ見てなってそれが急にレア様なんか、エーデルガルドはなんかあまり好意的じゃなさそうだしな、あのね、この力を手にしたことを。で、レア様は急にすり寄ってきたし、怖い俺、どうなっちゃうのこの後メガミソティス、あの俺の体にずっと眠ってるはずのでね、忘れないようにしましょう皆さんも。それではこれで今日は終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。おつぽよです。じゃの、やべえ展開になってきたな。